友達もさ、うん、さ誰が一日一日こっちが買いに出るから。はい。身分証だけ持ってきてもらえればいいですよ。もう。あ、小山健二です。わかりました。小山健二です。どういう感じで書きますか。小山健二です。小さい山。いや、古い山です。古い山だって。はい、健二さんは。古い山に健康の健に司るで。年月よろしいですかね。1985年11月2日です。はい、ご住所ここですね。はい、電話番号よろしいですか。あんまり言わないでください。わわ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 。はい、止めてから。はい、冷凍にしていい。何冷凍にしていい。うん、やめてください、言わないでください。入団にして言わないと。なんで言わないといけないの。言ったら帰るから。なんで言わないといけないの。じゃあ、いい、大変はダメですか。何か彼にあったら私に電話ください。なんで、なんでそこで二人で恋が芽生えてんの。芽生えない、芽生えない。それ取んないで、私って言ってないよ。いや、ていうか、お前誰だよ。気づいたらなんで部屋にいるんだよ。だから、あなたの元奥さんが呼んだんだよ。え？俺の元奥さん、俺の元奥さんが、奥さんが付き合ってたの？違う。なんで来んだよ。違う。元奥さんがね。うん、俺の元奥さん。ちゃんと私の目見て。俺目見てる。目見てる、ね、目見てる。うん。が、うん、薬物やってると思って、うん。110番したね。110番した。でも、うん。そんなこと私がさせるわけない。うん。って言ったでしょ？うん。っていうのは聞いてたでしょ。うん。それで、うん、じゃあ今日は、うん、
身分証明できることをあなたから聞いたら、うん、帰るっていうかさっさといいな。全然わかんないけど、うん、うん、で電話番号はさすがに合わないから、うん、ミュートにして電話番号パッてって帰ってもらおう。うん、ね、ダメ、わかんないけど、わかんないけど、とりあえず、え、私が何とか言ったから、うん、何とか言ったから、やったから、うん、電話番号だけ言って。電話番号だけ、そう、俺の電話番号知って、なんでこれトイレのドア開いたの、なんでトイレのドア開いたの、なんでトイレのドア開いたの、なんでトイレのドア開いたの。だからもう言って、くっせ、マジ鬼殺し、くっせ、分かった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 、だから、うん、もう言ったら帰るって言ってんだから、うん、ミュートにして帰らせ、うん、何、電話番号だけって、電話番号だけ言って、うん、何を、なんでドアし、ドア閉めて、ドア閉めて、マインは映せないの、ドア閉めて、バンされるよ、一回ドア閉めて、ドア閉めて、ドア閉めて、うん、誰がいるの、ドア閉めて、誰いるの、誰いるの、警察官の人、警察がいるの、で、それを呼んだのはあなたの元奥さん、問題の呼んだのが奥さん、はじめまして、警察官の方、すいませんって言って、すいません、僕酔っ払ってて記憶、ほとんど記憶はございません、で、で、で、私が何とか言ったから、うん、何とか言ったから、あなたが薬物やってないことも、うん、俺で何も変なことしてないよ、お酒が飲んでることも、うん、お酒も飲んでない、うん、してない、全部言った、うん、言ったな、私が、うん、潔癖、精神潔白のこと、私は、うん、私は松井警察署5年があるから、うん、もう私がそんなことさせるわけない、それを全部、うん、聞いたら分かる、うんうん、やらせとる、うん、じゃあ今日はあなたの電話番号とお名前、生年月日聞いたら帰るって言ってんだけど、うん、帰らせんの、うんうんうん、よくわかんないけど、うん、もう、うん、でも電話番号言っちゃったら、マジが頭ぐるんぐるんだから全然わかんない、そうそうそう、酔っ払ってるからね、ぐるんぐるんだからね、全然わかんないけど、わかんないけど、だから一回電話番号聞かれた、うん、あなたずっと電話かかってくんだから、うん、一回ミュートにして電話番号言ったら帰るから、うん、うん、言ったら電話番号言ったら帰るとか、帰る、俺あいつに電話番号言いたくねえ、じゃあ私は買いに、うん、オッケー、全然何言ってるか分かんなかった、なんであいつまだいんの、俺ん家に、なんであいつまだ俺ん家にいんの、お前人ん家に勝手に入ってくる、なんで俺、あなたの嫁がいけないんだから、なにゃ、あなたの嫁さんがいるんだから、あね、エミ、エミ太郎だろ、エミ太郎、だから私に今すぐ一回電話番号送って、ワンチャンで私は電話番号言うから、すいません、しんどくなる、オフラインで、オフライン、一回これ画面一時停止になっちゃうかもしれないけど、私に私の電話番号言うから、ミュートしてかけて、ミュートしてかけて、うん、ダメ、電話番号言いたくないんでしょ、ミュートしてかけて、男性の方、男性と女性で二人で部屋にいたんですけれども、なんで俺んちで電話勝手にしてんの、でその時私が来た時には、私男性は寝てたと、俺寝てた。で、私。一人で TikTok で配信をしていたと。私。自分のこと私って呼ぶ人なの、私。あ、いいよいいよ。そっち座って。私。さっき一回 TikTok やったんですよ。こっち系ってこと？警察官。いや、マジよれてるから。マジよれてる。危ないから。危ないからそっち座って。マジ。俺よれてるから。よれてるから。俺よれてるから。頭の回転が悪いから。頭の回転がよれてる。あたしってことは警察官の人はあたし。そっち。あたしが通報した。あたしってことは警察官の方はあたしってことはそっち。嫌がらせか何かで警察呼んだものと資料されます。やっべえ。目が切れる。眼球が切れる。お酒を女性が飲んでたぐらいで、別にそれが何もないわけです。そう、飲んだけど、他に私で買うほとんど物質的なものが電話貸して受けられない感じが。はい。とそのお友達の女性です。友達。
アイコンとちゃう。マホ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 。アラブ好きはベルギーつくとかさ、マホマホ入れてやってきない。マホマホありがとう。マホマホありがとう。別件で治安に千葉の方で何回も相談をしてる方だそうなんですけども、はい。ベタシルガさんありがとう。全部私のこと分かってる人だからいい。首絞められたことも、レイプされたことも全部分かってんだから。別口悪いマジで。バンになるわ。絶対バンだわあいつ。じゃあ離脱します。マジあいつ口悪いわ。私が代わりに電話番号言うから。そうですね、隣の人に何言うか。マホマホマホ、アルバム好きよ、ベルギー好きそう、そんなんです。マホマホ入れてやっていけない。マホマホありがとう。マホマホありがとう。ご苦労様です。マホマホ入れてやっていけない。ご苦労様です。もっとしようとダメだろ。それは大量の富があるみたいなのも実験してはないですけども。まあまあまあ、はい。なんで俺んちに警察がいいんだよ、慣れ合ってんだよ、はい、俺警察とかと仲良くなりたくないのに、なんで警察ずっといいの。全部市役所も全部繋がってるんで。あ、私ちょっとお酒飲まないから。飲まないけど。飲まない。もうちょっと気持ち。こんな仲良くしてる警察と。つまつまってもらってください、ね。お前ら仲良くなってんの？こういう恋が始まるの？暑いですね、今日もね。そう。うん、だけど。こんな気持ちだと思ってもらってください。いやー、ちょっとルール上ね。こんな始まるの恋。いや、じゃあ、ここら辺に来たらいいじゃないですか。ここら辺に。バレちゃう。ここら辺だったらバレちゃう。チャラくない？警察官。警察もチャラくない？全然担当に電話してくれてる。つら、つら、マジで。すいません。新緑の荒井と申します。LINE とか交換しとけば。 LINE とかよれてれば、マジでよれてれば、マジでよれてなければ、マジでよれてれ、マジでフラフラだわ。飲みすぎだもんな。くっそ、マジで。うわ、日本酒くっそ。お前こっち座れよ。じゃあ日本酒くっそ。うちに近寄るな。じゃあすっごい日本酒。うん、じゃあうちに近寄るな。こっち来い。お風呂みたいな匂いします。お風呂入らせて。お風呂みたい。てか歯ブラシはどう？お風呂みたい。わかった。お風呂みたい。すごい、うん、清いお風呂みたいな匂いする。あんたのためにやってんだから。えあんたのためにやってんだからね。なに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 、あなたのためにやってんだから。まあなに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 、聞こえないけど。いいよ。じゃん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 。何なの、警察は帰らないのかな、人ん家が。今、見せますか、いいですか。いや、いない、あの、画面の向こうで。そもそもさ、出てこないで。そも、違う、そもそもさ、人ん家にさ、こう、立てこもりってことじゃない？これ。なんで警察の人は悪くないの？なんで人が入ってくんの？俺んち、俺あんま知らない人家に入れたくないんだけど。なんでこんな家に入ってくんの？違う、あのダメ、やっちゃダメ、悪くないんだから。なんでオレンジに入ってくん？あなたなら責めるべきはあなたの元奥さん。じゃああなたの元奥さんじゃなくてオレンジ、オレンジなのになんでオレンジに勝手に入ってくるのかな？なんで俺ん家勝手に買って入ってくるかな。よれてるよれてる。誰も俺の家に入れたくない。あいつも、あいつも俺も入れたくない。そして俺は、マジで、ちょうちんならば、よれてるから、よれてるから今俺、フォローしてくれ。よれてる。痩せるためによれる。よれるために痩せる。
皆さん、フォローだけしといてください。で、全国僕遊び回りに行くんで、誰か遊んでくれる人遊んでください。寝るか。あのね、配信つける予定じゃなくて、なんか俺の枠ついてんだよ。気づいたら俺朝配信しかしないのに、マジやる予定じゃないのに、なんでこんなになってんだよ。委員長がよれてるよ。メイヘラクリニックの委員長が、メイヘラ起こしちゃった。マジマジ変な酔い方した。あいつ女あれじゃね、警察と一緒に帰ったってこと。あの女警察と一緒に帰った、あの女警察と一緒に帰ったってこと。俺どうしろってこと、これすぐ不安。え、なに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 、仲良くなってきたよ。あいつ何、すげえ怖い。どうめっちゃ仲良くなってきたよ。なってきた。何、なんで俺もう LINE も公開しすぎた。え、何があったの。すごい怖い怖い怖い。もう今日という日を全て覚えてない。何があったの。俺なんで自爆になってるのかも分かんないし。分かんない。うん、怖い。もう俺は切ります。配信つけ、ボンボンクリニック、ボンボンクリニックに電話しなくちゃいけない。みゆありがとう、ごめんね。みゆありがとう。みゆ本当ありがとう。みゆみたいな、なんかそういう、みゆなんか俺の管理してお願い。ありがとうみゆ、うん、全部説明する、うん、全部説明するからつなげたままでもいいよ。ええ、何が起こったか全部みゆわかるから。みゆ、みお、みお、お前はみお、そう、俺のモデはみゆ、そう、うん、みゆが管理してくれるから。俺は警察は返したし、うん、私と LINE 交換したから大丈夫だから、うん、任せて。で、うん、ライン、警察とライン交換したの。うん、うん、で、うん、なんでこんなかなったかっていうと、うん、ポーチェンが、あ、ポーチェン、ね、やばいやばいやばい、寝たから。ちょっと待って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 、なんか一回座れ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 、こっち座れ座れ座れ、はい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 、ハンバーグ、タバコ吸って。なんかやべえ、マジでいろんな頭が回んなくて、いっぱいグラングランがしたいで、うんね、俺本当だったらもっとメタってなってる予定だったのに、うん、そうだよ ね、 そうだよね、事件が起きたから。そうだよ ね、 そうだよね、ちょっとわかんなくなっちゃった。まあ、うちしとしちょっと待って、うちがいるってこと。一回落ち着か、一回落ち着か、一回落ち着か、一回落ち着いてもらってください。すいません、あの、私どうにかしたんで、もう改札したんで。一回落ち着か。なんかどうしたらいい今。まず今ボンボンクリニックが一番優先順位教えて。優先順位、俺の優先順位教えて。今日の予定のものを片付ける。俺の優先順位教えて。じゃあその、女の子と遊ぶ。俺の優先順位教えて。DM して。入っていいから。いや、今日吐かなかった。話してたから、うん、なんか新しい違う、こう、うん、よかった。新しい、うん、うん、あ、こう話もできるんだなと思ったよ。うん、うん、新しい、うんうんうん、っていうので、うん、いいなと思ったよ。あの、私が、うん、頭おかしいで済ましたから。
分かった？ええ私が頭おかしいで終わらせたから、うん、おかかんないけど、どあなたのことになってない。今ちょ待って、あとあ一回待って、すいませんごめんなさい。あなたの奥さん、違う一回うん、どうしたい？記憶飛んだんだよ、一回記憶飛んだんだよ。そうだろうね。でこんな感じだったからね、一回軸が歪んで、あでも過去記憶起こした、一回軸が歪んで、うんね、それあんま言わない方がいいね。軸が歪んで、うん、その時に、うん、どっから話す？みんな。何も分かってないやろ。じゃ、4コラしたの覚えてる？エミリさんと4コラしたか？うん、覚えてないやろ。覚えてない。その間に、うん。その時に、うん。いつ警察来た？その時に、いつ警察来た？その4コラ中に呼んで、4コラ中に来たね。うちの方も4コラで。こっちの、うん、あなたのアカウントじゃなくて、私のアカウントで4コラ中に電話来たね。うん。4コラして、警察来たね。で、うん。警察官の人は最終的に、うん。その呼んだ人が元奥さんっていうのもあるかな。大丈夫？行ってこい。飲み込むな。指突っ込んだろうか？いや、大丈夫。ゲロ吐かなかったっけば。なんけ。だけど。うん。ねえ、行ってきて。一回吐こ。臭かったらごめんな。別にそれいいんだよ。臭かない。臭くない。臭かない。じゃあいいや。オッケー。で、それで呼ばれたから来たの。うん。で、私がたまたま警察につてがあるから、うん。確認してもらって、うん。私がそんな人じゃないっていうのを言ってくれたから、あなたがさっき電話番号、名前言ったら帰りますにさせて、うん。だから、ほとゆめさんの嫉妬なんだねで終わらせてくれたの。うん。そんな感じ。うん。よくわかんないけど、枠つけろ。呪縛つけろ、呪縛。分かった。うん、配信つけろ。俺の枠はつけないから、くていいんだから。俺の枠は、なんで俺の枠になったのかもう気づかなかった。どこでつけたんだ、俺は。ごめんね、みんな。ごめんなさい。皆さん、枠、コメント読みます、今から。すいませんでした、コメントから逃げて。すいませんでした。ちょっと、しきさんにさ、しきさんに謝って。なんか俺、ありますか？俺に言いたいことある人、ゲストで上がったり、なんか枠上がったりとかしてください。あと 10%、20% ぐらいで。ね、四季さんに謝って。なんで四季さんに謝って？四季さんもいたんだから。四季さんもいた？いたの。だからつないで。うん、四季さんにつないで。うん。四季さん、四季さん、四季さん、ごめんなさい、四季さん、わかんない。私の過呼吸に。四季さん、四季さん。あ、なんか、あ、呼吸起こしてた気がするね、なんか。あれ、過呼吸昔してって言ってくれたんだから、ちょっと四季さん呼んで。四季さん、なんかあった気がするね。なんかゆかりもあった気がするね。もう記憶がないね。もう俺わかんないね、誰か。じゃあ四季さんに謝らせて。だって関係ないのにさ、もうわかんないね、誰と絡んでいいか。もう頭がわかんなくて、頭が悪くて、うんうん、プンプンプン、ポンスポン、ポンスポンって感じで、うん、頭が悪くて、頭が飛んじゃったんだな。うん、一回で一回で、うん、私帰る、ちょっともうちょっと待っていい？もう任せるわ。うん、ていうか俺の枠じゃなくて、ミヤの枠でやっていいからね。自枠やれ、自枠、自枠貯めろ。俺の枠でやんなくていいんだから、全部ミヤの枠でやる。うん、俺枠消すから、落とすから。はい、ごめんね、みんな。
なのよ。何が？いいか。Mm-hmm.